今回見せていただいてますピアノがヤマハの U3E というタイプでして、年式の方がね昭和44年ですのでもう53歳のピアノになりますね。弦の方がねだいぶ狂っておりまして、マイナス40セントぐらいですかね、平均するとそのぐらい狂っておりますので、もう、銅の音弾いて C の音出るぐらい狂うと100セントの狂いになりますので、もう半分ぐらい、半分近く狂っているというふうな状態になりますね。それをね、一気に戻すとなりますと、最初これね、一本一本こう締めていくんですけども、他の弦を締めていくうちに、最初合わせた弦がね、引っ張られて狂ってくるというふうなことになりますので、ちょっと高い目にぐっと引っ張っといて、下がってくるのを見越して、見越し調律っていうのをしますので、弦にかける負担っていうのはかなり、かかってきますね。なので普通に調律だけするとなると、弦が切れてしまう可能性というのがやっぱりちょっと高くなってきますね。なのでまあその辺弦を切れるのを覚悟で思い切って調律するか、まあこの機会に弦を全部交換するかなどね、その辺ちょっといろいろと見積もりさせていただこうと思いますね。ちょっと先ほどね、アクション外して見てみたんですけど、やはりね、バッドフレンジコードは、かなり弱ってきてまして、これはもう交換した方がいいのかなっていう感じですね。で、あと、このね、ブライドルテープですね。これももう触ると、パチッとこうね、これ今もこれ割れてしまってるんですけどね、ちぎれてしまいそうですので、ブライドルテープの交換は必要かなと思いますね。あとこの辺とかはね、鹿革がねついておりますのでね、この奥のバットのとこも鹿革ついておりますので、この辺はもうこのままね変えずに行った方がいいかなと思いますね。あとちょっとまあカビとかね、その辺も生えておりますので、この辺の掃除とかね、まあその辺は最低限必要かなっていうところですね。あと、あ、そうそう、あと鍵盤の横揺れ、すごい横揺れがね激しいのでコトコト言ってますもんね。これはですね、この鍵盤ブッシングクロス、この、鍵盤がこのピンの間にこう挟むような形で入っていくんですけど、この鍵盤ブッシングクロスがもうへたってきているので、これがクッションの役目を果たしてくれるんですけどね、もうクッション性が全然ないのでコトコト言いますね。これも私ちょっと弾いた時に気になったとこなんですけど、この鍵盤ブッシングクロスも交換したいなというところですね。なので調律とこの鍵盤ブッシングクロスとバッドフレンジコードとこのブライドルテープ、このぐらいを交換すればある程度はちょっと弾けるようになるかなという感じなんですけども、まあ弦は切れたところだけ張り替えるとちょっと狂いがね激しく出ますのでね、その辺はちょっと問題になるかなと思うんですけども、何回もね引き上げにお伺いしたりとか、その弦が落ち着くまで3年ぐらいかかりますので、その間にまた別の弦が切れたりとかして、また弦の張り替えの費用と引き上げすぐ狂いますのでね、引き上げの費用がかかったり、もう落ち着くまでの間に次々とっていう感じになってくると、ちょっと金クライムシみたいな形になってしまいますので、その辺もちょっと賭けというかね、そんな感じになってくるかなと思いますね。はい、あとはまあこの鍵盤の小口ですね、まだ反りは出てきてないですけど、色の方はだいぶ変わってきておりますね。これもね、もう多分何年かするとこう反ってきてね、鍵盤を押さえるとこの口棒っていうところに当たっちゃうと、こう鍵盤が上がってこないとかね、いうことが起こりますので、まあ、この部分は、弦を交換するとかね、そういう機会に、交換すればいいのかなと思いますね。はい。とにかくね、ポテンシャルは高いピアノですので、いろいろとね、見積もり出させていただこうかな、何パターンかね、見積もり出させてもらおうかなと思っております。では、外装の方も取り付けてチェックしてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。さすがにね、50年以上経ってますので、表面はちょっと曇りというかね、そういうのも出てきておりますね。大きな傷はなさそうですけども、なので、きっちり磨きかければね、かなり綺麗になりそうな感じはしますけどね。ヤマハの文字はかなりね、サビがきついので、磨いてどのぐらい綺麗になるか、ですけど、まあ、今よりはかなり綺麗になると思いますし、ペダルの方もね、このぐらいのサビでしたら、
顔が映るぐらいまでね、綺麗にできるんじゃないかなと思いますね。まあこの黒の塗装をね、剥がしちゃって、木目調の、出てきた木目を生かして木目調にするとかね、そういうこともできますので、ご提案させていただいてもいいかなと思いますね。あ、この時代はね、こういうふうにただの四角の棒じゃなくて、こうね、切り込みが入ってて、ちょっとデザイン的にもおしゃれになっておりますね。キャスターの受け皿は、もしね、ピアノを動かすんだったら、ピアノシュレーターとかね、そういう耐震性のあるものを、ゴムのお皿を提案させていただいてもいいのかなと思っておりますね。はい、とにかくね、ポテンシャル高いピアノですのでね、音はね、狂っておりますけど、私ね、そういうのちょっと音鳴らしたらね、響板の響きがわかりますので、ちょっとね、見積もりするのも気合入ってさせていただこうかなと思っておりますね。はい。